って。こんばんは。8時のみっちゃんの始まりです。毎月一組の友達や知り合い、面白そうな赤の他人をゲストにお招きして、楽しい会話と音楽でお届けするあっという間の30分を送りたいと思います。今日もよろしくお願いします。今日のゲストは、ですね、笠岡市の鴻島で認可カフェをされている、楽寺屋と読むんですね。これ楽と時と屋根の屋と書いて楽寺屋ですかね。楽寺屋伊藤家さんから、今日はスタッフの、オーナーさんと店長さんと、そしてそこの、ガーデンですね、ガーデンをされている3名様に来ていただきました。もう今日はね、たくさんの方に来ていただいてね、もうすごく楽しみでワクワクしてます。今日は3人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、この鴻島のね、伊藤家さんっていうのはね、私もオープンして、マナシに鴻島にこんな店ができたのって感じで行かしてもらってから、もうね、今オープンして何年になるんですかね。この10月13日で3年を迎えました、うん、めでたくやっと。はい、皆さんパチ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 すごいですね。宮本さんのことはしっかり覚えてますよもうご覧いただきありがとうございました。どうも、はい、どうも。最初来た時からちょっとねなんかおかしい人が来た、おかしいじゃん雰囲気が、ね、なんかねオーラが出てました普通ではないいやあ、すいません、紹介の方遅れてしまいます遅れてしまいます、すいません。はい、楽寺屋伊藤家さんのオーナーさんの、はい、渡辺さんです。渡辺です、よろしくお願いします。はい、ちょっとミニ自己紹介をお願いします。ミニ自己紹介、はい何を今更したらいいんでしょうか、はい、今宮本さんが言ってくださった楽寺屋伊藤家っていう飲食店ですけど、うん、私の実家で開いております。はい、やっぱり今悩ましい空き家問題ですね、それに入るべく考えたところを、ちょっとやっぱり今一緒に来てくれた2人のおかげで、めでたく飲食店をオープンすることができました、はい、もう創業当時準備からのお付き合いなので、ずっとお二人はそばにいてくれて助けてくれてます、助かります。お店の特徴ってどんな感じなんですかね。もうね、はい、やっぱり鴻島をご存知の方がどれだけいらっしゃるかわからないんだけど、海あり山あり、とっても風景も四季折々綺麗なんですよ、で結局私実家で部屋から海が全開で見えてたんですよ、それをずっと見てた記憶があって、それはもちろんなんか腹が立つこともあるし、いろいろ悩むこともあったけど、それ見てるとスーッとやっぱり忘れちゃうんですよね、なんかそれをずっと記憶に、空き家になった時に、結局これをこの場所をそういうなんか気持ちになってもらえるように使えたらいいなっていう思いもあって、まさか自分が飲食店をするとは思ってなかったんですけど、でも両親は、まあ上でハラハラしながら見てるかもしれないんだけど、母は特にやっぱりこの家をどうにか存続してほしいっていう気持ちがあったみたいで、娘2人でしたので誰も後継ぎがおらず嫁に行ってしまいましたね親不孝にもでも今の形になって本当に良かったと思う、だから名前の通り、もううちのお店は、まあ本当に割と広いガーデンだと思うんですけど、主役さんが一生懸命頑張って育ててくれたガーデンの中で、やっぱりいろんなハンドメイドであり、そうですね、いろんなギャラリーにいろんな絵画があったり、陶芸があったり、最近では宮本さん筆頭にいろんな演奏家のご縁ができまして、もううちはさっき楽じゃって言ってくれたんだけど、本当楽じゃで過ごしていただけるように、楽しく過ごしていただけるような場所になってほしいという思いを、でつけた名前なんですよ、楽じゃっていうのは笠岡弁ですよね。そうですね、これは手字で、ね、
いやそれはね全然思ってなくて、ここ最近お客さんがたまたま冗談で言われる、これは楽じゃって読むんかっておじちゃんが言われて、あそうかそれでもええんかって、違ったの最初違ったんですか、最初だけさっき言ったように楽しく楽しい時間を過ごしてくれたらいいなっていう名前をつけたんだけど、まさかあそうか私は絶対楽じゃと思ってた、もう方言を忘れましたから、方言をね店名につけるところってそうないですかね、ないですね、面白いですよね、面白いよね、うん、もうそれいただきましょうかね、もういただいてください、もう登録してくださいそうします、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、2番手はですね、そこで調理を担当されてるんですかね、小林店長さん、はい、はい、ちょっと体格のいいね男性の方なんですけれどね、イケメンですからね、皆さんよかったら笠岡の駅前に今、あ今じゃないか2期でもダメだからすいませんはい、じゃあ小林店長さん、はい、よろしくお願いします、はい、楽事屋伊藤家で店長兼、ね、料理の担当させてもらってます、小林と言います、はい、オーナーとのね出会いをちょっと語らせてもらいましょう、うん、お願いします、はい、もともとは笠岡にあるローモワコーさんってご存知ですかね皆さん、はい、そこでね、そう派遣として働いてたんですけど、なんか普段のお掃除しない俺がね、なんか急にモップを取りたくなって、はあ、ネットサーフィンでダスキンを見つけて、でそこで1本のモップを取り始めたのが始まりなの、でその時の営業さんで来ていただいたのが、はい、今の肌鍋オーナー、そうなんですか、そこ私知らなかったですねでしょ、だってこっちからすればさ、うんうん、初の若い男子がモップを取る、うん、なんかそりゃ機械に胸を伸ばせていったんですよ、男子な、まあ、まだ男子な、でそのね、そのモップ一本がきっかけとなって、うん、まあ、それまでは、まあ、派遣としてね、うん、言い方もありかもしれないけど、まあ、冴えない人生を送ってましたわ自分、あそうなんですか、うん、そのモップ一本をきっかけに店長に、まあ、うん、伊藤家に店長として引き抜いてもらって、うん、まあ、本当にいろいろ鍛えてもらいましたわね、あ、まあ、何もできない自分を、まあ、うん、認めてもらいながら、あらら、ケツ叩かれながらまあ、その時にね、うん、他の従業員さんね、主婦さんもいるんだけど、うん、その主婦さんたちからもいろいろ教えてもらいながら、うん、まあ、今なっては割とその一人でキッチンに立てるようになってきたかなっていうのがあるんだけど、うん、まあ、これからまたさらに恩返しですわな、あら、うん、そうなんでね、いいこと言われますな、それからもどんどん頑張っていかなきゃなっていけないのあるんでね、育てた甲斐がありますね、違うかこれね、黙ってたらね親子って言われてもおかしくないんですよね、よく言われてた昔、見えます、そんなに花が見えるみたいな、なんか体型が似てるしねいやいや親子ですか、まあ、大体息子さんって聞かれますね、息子さんですか、言われてもおかしくないですよね、じゃあ息子さんはお父さんにかなとかじゃなくそういうことか、まあ遠いじゃね、そういう感じ見られたけどね、今はどうなんですかね、私もねその伊藤家さんにね3年間ずっとお世話になってて、何回かねランチに行かせてもらってるんですけど、まあこのランチのメニューが被らない、すごい不思議なお店なんですだいたいねなんかチキンステーキとかなんか鶏使ってる牛使ってるとかやって、なんかメニューが偏ったりとか似たり寄ったりするんですけど、なんか小鉢からもう全て手作りで、もう味がもう毎回違ってて、材料もこの材料使ってるのみたいな料理もたくさんあったりとか、もう本当に友達とね行った時キャキャワワ言いながら食べさせてもらってるんですけどね料理本当に美味しくて私大好きです、うん、ありがとうございます、はい、これからまた頑張りますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、その伊藤家にとってね、もう欠かせないのがもうガーデンなんですよね、もうここの伊藤家さんのガーデンっていうのがお店の中からもガラス越しでもう全部見える状態なんですけれども、このガーデンがね季節春夏秋冬通してもういろんな花を見せてくれて、もういろんな行くたんびにいろんな表情を見せてくれるガーデン、素晴らしいガーデンがあるんですけれども、そのガーデンをお世話ですかねされてる方なんですかね、シワクさんという方が今日来ていただきました、はい、あ、はじめまして、はい、はじめまして、よろしくお願いします、はい、ガーデン担当のシワクです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、オープンの1年ぐらい前からお話をいただいて、宿根草なんかはいきなりは咲かないので、うん、宿根草っていうのは、宿根草っていうのは、はい、そこに根ざして毎年時期になると咲いてくるような花も植えようと思って、うん、でまあ前もって
植えさせてもらおうと思って、うん、思ってたんですけど、最初あの畑だったので、うん、いろんな木とかさまざまなものが植わっていて、うん、まあ、そこを開墾することから始まり、うん、で、まあ、土もあの何湿気たような土だったので、うん、大量の堆肥を入れだいぶ改良してやりました、うん、でそれにデザインをして道をつけたりいうのをやったりして、あのガーディンの中にちょっと小道が、ね、小道はね、小道がありますよね、あの店長とか、まあ、男の方にちょっと頑張っていただいてこういう風に言うのだけ言って、はい、いいのを作ってもらいました。じゃあ、あのガーデンはもうオープンする1年前から、まあ、徐々にね、やりました。そうなんですか。いきなりはできないんでね、どうしてもね、そうですね、植物はね、まあ、オープンに合わせて、素晴らしいですよね、はい、もうなんかバラがもうすぐ咲くかなとか言いながらねあのアーチ中央にね、アーチがありますよね。今年は見事につながりましたからね、うんうん、もうあの楽しみで楽しみで、もう私もね、あの月に2回クリキントンっていう名前で演奏に行かせてもらってるんですけど、あの楽器を持ってね、そこで写真撮るのが楽しみで、うん、撮ってた撮ってた、あなたも一緒に写ったってなんでしょ、写った写った、今思い出したんですけど本当に素晴らしいガーデンだったね、今年の春ね、本当に満開で、うん、いつもよりすごくついたんだよね今年。あのね、3年目でやっと上までつながって、うん、アーチになったんですよ、ね、やっぱ3年はかかるんですよね、すごいですね、ないから3年は頑張れないといけんかったわけで、そういうことだよ ね、 ね、本当にすごい頑張った甲斐がありました、ね、はい、素晴らしいです。今あそこのガーデンは何種類ぐらいの植物を植えられてるんですか。まあ数えたことはないんですけど、だいたい200以上あると思うんですよ。毎年やっぱり少しずつ増えていって、まあ、ダメになるのもいいですけども、まあ循環しながらそれぐらいはあると思います。私がね、花の名前がちょっと本当に疎いんですけれども、ええ、もう花は大好きなんです。ああそうなんですか、うん、もう毎回ね写真撮って書いてるよね私毎回綺麗にアップしてくれてるよね、すごいよ本当に。なんかあの本当に咲き誇ってるのも綺麗だし、うん、またあの終わりかけの花もまた情緒があって素敵で、よく分かってらっしゃる、いいですよね、うん、はい、大好きです、はい、これからも頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます、はい、ちょっとね、ここであの曲名を流したいと思います、お花に関した、今日私聖子ちゃんが大好きなんですけど聖子ちゃんの花の曲を持ってきました、聴いてください。
先ほどの曲は、松田聖子さんの風に向かう一輪の花でした。今日はね、伊藤家さんのガーデニング、素晴らしいガーデニングに合わせてお花の曲を持ってきました。はい、ですね、これから後半になるんですけれども、はい、そうですよね、伊藤家さんのこれからというか、今までね3年間頑張られてきて、これからの何かやりたいこととか、今始めてますよっていうこととか、何かありましたらお話ししてもらえたらなと思います。これはもう、その伊藤家のメニューの紹介してもいいですか？もう全然してくださ い, やってください。まだまだ伊藤家は知られてないので、はい、そうですね、こんなメニューしてますよ、ちょっと言っておこうかなと思って、はい、ぜひ私も知りたいです。はい、すいません、うちの料理は野菜をふんだんに使ってます。体に優しい味付けで、まあ、やっぱり若い人にはどうかわからないけど、もう私たちみたいなもう50代から上の世代には、もうやっぱり薄味の方がいいかなと思って、私自身もそうなので、はい、割と優しい味で味付けをしてます、でさっき宮本さんが言ってくださったように、料理は日替わり定食です。毎日一応違うものを、作るように、副菜もメインも心がけています。それがまあ被ってなかったならラッキーですね。ラッキーでしたかね。はい、考える時もあるんですけど、いろいろなんかね、行くたんびになんかデザートとか結構考えられてて、新メニュー出とるわみたいな。そうなんですか。よかった。はい。もう秋ちゃん特にもう頻度高く来てくださってるから、飽きられちゃいけないと思って、そこは考えてますけど。まあでも他のお客様も、まあ、ありがたいことに固定のお客様も、やっぱり月に何度となく来てくださる方もいらっしゃるので、お弁当も含めてやっぱりそのあたりは、お弁当もされてるんですよね。そうなんですよ。固定のテイクアウトのお客様もいらっしゃるから、やっぱり日替わりと言ってる以上、同じその都度同じものじゃかわいそうだと思って、もう一応覚えれる範囲でようやるわ。本当に一応ご用意させていただいてるんだけど、まあそれがうちの売りといえば売りだし、そのあたりは、まあ、店長含め主婦の方々の本当に力だと思うので、助かっております。すごいですね。この日替わりを考えてるのはどなたなんですか？私です。まあ適当ですけど、メインとね、副菜と何種類かあって、どういうのかな、レシピとかはちょっと検索すれば出てきたりするので、ああいうのをいただいたりとか。いいんですよ。あ、いいんですか。検索して、自分が食べたいものを、ひらめいたものをやろうかとかね、そんなもんですよ。それがいいです。もうそれが主婦じゃないですか。うちは主婦がやってるお店なので、ほぼ全てのメニューにおいて、ちょっと違うのは店長だけですけど、男性、あと本当リアルに主婦さんをやってる人たちなので、私も含めてそれでいいかな、それで落ち着くんであれば、雰囲気が、それがいいのよって言ってくださるお客様もいらっしゃるから、それで頑張っていけばいいのかなと思って、このコロナ禍大変ではありますが。本当ですよね。まあ、でもそのメニューでもやっぱりうちほぼそのワンメニューで強制的なあれなので、時には苦手な食材をね、使ってる時もあるので、そういう時はお客様には変更ができますよっていうのも一応お伝えはしてるんです。苦手なものはね、やっぱりせっかくお金出して来てくださるのに、選ぶことができずにそれっていうのはかわいそうなので、そこもね、今度来られる方は言ってくだされば、はい、変更できますので。小林店長、すいません、どうぞ。いや、小林店長さんはずっと前からその料理をされてたんですか？自分は料理してたっていうか、昔店長の下で働いてた経験があって、まあ、その経験を生かせたらなっていうのがあったんだけど、やっぱり伊藤家やり始めた当初はやっぱ主婦にもまあ大体押されることが多くてね、で、まあ紆余曲折あってね、いろいろ人が辞めたりして、まあ、自分がやらなきゃいけないことが増えて、まあ、今大体がキッチンに立ってるような状況。その前はもっと外回りのなんか、なんだろう、塀を作ったりブロックを引いたりってことやってたんだけど、前なんか革製品とかを作ってるとか、革製品はあれは本当に趣味、まず趣味のレベルなんですけど、まあ、それはおいおいできたらなって思うのはありますね。でも今キッチンに入ってしっかりやることがね、自分の仕事かなと思って、素晴らしい、まあ、日々なんか生活の一部としてやっと成り立ってきたような気がするんですよ。あ、そうなんですか。だからそれを、頑張る感じですかね、ずっと。はい、はい、なるほど、すいません、ありがとうございます。ごめんなさいね。はい、あとはお子様メニューですね。近くにやっぱりベイファームでありますとか、あとカブトガニ博
とか、うんうん、やっぱりお子様が集まるところがあるので、うんまあ、そこから来ていただけるように、うん、一応お子様メニューも、うん言ってくださればちゃんとご用意できますので、うん、じゃあもうメニューになくてもちょっと言ってみるみたいな。そこはなかなか書いてない、小さくでしか書いてないので言ってくださいって書いてるんだけど、あとうちの推しのもう料理は、はい、最近はオムライス、あ食べました。あともう創業当時からのバラ寿司、バラ寿司もねいい塩梅なんですよね。お寿司がどこでもしてないであろうピーナッツ豆腐、あそうですね、ピーナッツ豆腐、これは本当に皆さんに大人気ですよね、ピーナッツ豆腐、うん、あれは鴻巣島でうちの母も作ってくれてたんだけど、うん、手作りで昔そう、うん、落花生を畑にたくさん植えたので、はい、そこから作られるようになったみたいで、各お家 でだから、うん、昔は法事とか、うん、そういうあと祝い膳もそうなんだけど、うん、そういう時に必ず手作りで皆さんがこう添えてらした料理みたいで、うん、なるほど。子供の頃から私は当たり前のように食べたけど皆さん知らないよね。贅沢です。絶対陶器をする時には出そうと思って、うん、ピーナッツ豆腐ってね市販のは食べたことあるんですよ、うん、でもなんかやっぱ粘り気が違うっていうかうコクが違うっていうか、うん、びっくりしました最初食べた時おそれも店長が作ってますけどね。店長さんさすがです。結構手間がかかる量ですからね。そうそう、でもテイクアウトもできるように今してるので、うん、それもよかったらねお声掛けしてくださったらなと思います、とりあえず料理は以上です。以上ですか。お弁当って何種類あるんですか。お弁当は基本日替わりのそのランチのメニューをお詰めしたりとか、うんうんうん、あとはまあ宅配もやってるので、あ、一応宅配の方用っていうのはもうほぼ高齢者の方が多いので、うん、それはもう焼き魚であったり煮魚であったり、うん、そういうものも織り交ぜていろいろ作ってるんです。でも普通にその日のテイクアウトで来られたら、うん、大体が定食のランチを詰めてる感じで、なるほど、価格がちょっとお安くなるので、当たり前だけど日替わりだから ねおかず今日買いに行ってもまたおかず違うみたいな、そこは、ね、ちゃんと買うと名前覚えてるから、ね、昨日これだったらこっちねみたいな、ボケる暇なしそれです、認知症予防で、ね、なんかお弁当とか注文するのはできますけど、うん、やっぱそこまで取りに行かないといけないっていうのがね大変だったりするんですよね。それやっぱ配達してくれるっていうのはすごくありがたいと思います、まあ、広い範囲ではもう今はしてないんですけど、うん、言ってくださったら、うん、まあ臨機応変にそのあたりはできます、うん、もちろん大量注文は受けますので、その遠くでもいつでも声をかけてください。あ、いいですね。また私もお世話になるかもしれないのでその時はよろしくお願いします。ありがとうございます。で私もね、その伊藤家さんはね楽器演奏というか縁側ゆるゆるコンサートっていうのでやらせてもらってるんですけれども、なんかね最近アーティストさんが増えてきたような気がするんですけど、ね、どうでしょうか。嬉しい、宮本さんのおかげかな。いえいえそんなことないですけど、なんだか、ね、かな。本当に10月、うん、この10月はとっても入ってくれる回数が多くて、うん、何回やるか6回ありますね、うん、すごいですね、うん、演奏会ですよ。そうですよ、もう最近演奏会というようになりました皆さん力が入ってきてますから、お客様も多くなったし、ね、その音楽を求めて来られるお客様がちょっと本当に増えてきたので、うんうん、それはもう演奏してくださる方が声かけたり、インスタとか上げてくださってるから告知とかで、ね、それで見られて来てくださってると思うんだけど、うん、もちろん宮本さんとこの間ね、ひだまりパンさん来られたけれど、はい、もう栗きんとんさんでね、はい、お世話になってます。バイオリンとフルートで演奏もあるし、はい、あと茨城の方からね、うん、直人さんって方がギターで、うんうん、懐かしのフォークっていうバージョンで歌って、はいはい、まあ、弾きながら歌ってくださって、これもすごく人気 で新しい方がこの9月から登場した今井さんっていう方ですね、はい、パンフルートっていうね、パンフルート本当に珍しいですよ。ね、宮本さんどうでした？もう本当に私あの方のコンサートはね何回か拝見してたんですけど、こんな間近で聴けることって初めてだったんで、もう超感動しました。おにぎわいでしたよね。足の音色ですよね。私も初めて聞くけど、ね、まああんなにお客様が来られることにもびっくりしました。うん、満席でしたもんね。うん、私の友達も、ね、毎月楽しみですよ。ギリギリこれ定期でしてくださるような感じになったので、あ、よかったです。ぜひ皆さん、私もすごい楽しみ。おお、楽しみです。もちろん栗きんとんさんもよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。月2回入ってくださってますね。よろしくお願いします。明るいね。本当にいい空気でやってくださるので、皆さん癒されてます
今度というか、マルシェみたいなイベントとかもされるんですよね。はい、そうですね、ちょうど終わった後なんですけど、今月そうです16日だったので、はい、今度は次の、はい、あの2ヶ月に1回やってるので、うん、次は12月で13日曜日にやるので、はい、今度は、12月18日の日曜日、はい、いいですね、はい、その時には一応宮本さんも演奏してくださいますよね、はい、頑張りますでパンフルートの今井さんも来てくださるし、あ、そうなんだ、わ、気合入る、せっかくちょっとクリスマス関係で頑張るかもしれない、ちょっと力入れるかもしれない、いいですね、楽しみですね、その都度マルシェの形が違うんですけど、どんなこう方が関係者が寄ってきてくれるかで、趣向を変えてやるんだけど、うん、春はねそれこそもうガーデン一色だったので、うん、今度は次は音楽だったんですよ。この12月はどういこうかなって今考えてるところなんですけど、12月ってどんな花が咲くんですかね。いや今苗作っているパンジーがあるんですけど、うん、パンジーもうそれに植え替えてしまいますね、うん、あ、そうなんだ、なんか今あのコキアみたいなのがボワーっと出てますけど、あれが色つくんですかね、はい、赤く色つくんですかね、真っ赤になります ね何月ぐらいがピークで赤くなるんですかね。まあ11月ぐらいじゃないですかね。じゃあちょうど見れるかしら、うん、ね、どうかな、微妙です微妙ですかまた植え替えるからあれも、あ、そうなんだ、うん、まあ、なるべく置いとこうと思う、うん、人気ですよね。ね、うん、もうあの天気が良かったらね、外で音楽やっても全然いいっていうか、そうそう、あそこの芝生みたいなのがね、あそこのスペースが最高じゃないですか。いいですよね。ね、これからはね、いいですよ。10月、ね、11月。外でランチも食べれるし。最近12月も暖かいからね。ねえ、行けるかもしれないし。うん、まさかの大雪とか。いいですよね、外で。ねえ、本当いいですよ。この前のね、パンフルートの演奏の時も。もう店内はもう店内はね満席でしたからね、外もお客さんがおられて、あの今井さんが外にもおられるとかでびっくりされてましたけどねありがたいです。はい、はい、お話はもう大丈夫でしょうか。まだできますか。ね、実はもう時間ギリギリなんです楽しい話ですよね、はい、今日はもう本当楽しいわ。伊藤家さんのね、あの3人の方に来ていただき、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。また、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。